和歌山美代は、和歌山県和歌山市美園町と友田町にあるショッピングセンター。株式会社和歌山ステーションビルディングにより運営されている。JR 和歌山駅ビルは1968年3月に開業した。当初は和歌山ステーションデパートという名称だったが、1995年10月26日に、ビボ和歌山に名称変更の上改装を行った。 しかし、売り上げ不振のため、2010年3月に、現在の名称に変更、再改装の上、リニューアルオープンした。コンセプトは、大人かわいい、始まるで、ファッションを中心とした、和歌山発出店店舗など60店舗が入り、20から30代をメインターゲットとしている。和歌山ターミナルビルは、1987年4月に、開業した。当初は、 ジョア専門店という名称だったが、2016年1月31日に営業を終了し、2016年3月18日に和歌山みを北建としてリニューアルオープン。コンセプトは大人楽しむ上質な和歌山駅で、婦人服店のほか、雑貨や裁縫用品など新規を含む計15店が入居し、30から50代をメインターゲットとしている。 なおこの店舗は、天皇寺名の二号店として出店され、同ビルの姉妹店としての位置づけも持つ。ありがとうございます。